明治安田生命 J1 リーグ第33節の試合が16日に各地開催されている。ホームで浦和レッズと対戦している川崎フロンターレは1試合を残してリーグ史上最多得点記録を達成した。今シーズン J リーグはダゾーンでいつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月両お試し実施中。今季は第29節のガンバ大阪戦勝利した時点で優勝を決めた川崎会4試合を暫定の優勝決定は J1 史上最速記録であり、同時に18無星における年間最多勝ち点と最多勝機も達成していた。もう一つ達成の可能性がされていたのが史上最多得点記録。これまで2006年に川崎会自身が記録した年間84得点が最多と言っていた。前節までに82得点を記録していた川 F は浦和に先制を許して1点ビハインドで前半折り返す。だが後半に入ると53分には森田秀正ゴールで同点とし、59分には三笘薫のゴールで点するとともに最多得点記録に並んだ。さらそのわずか2分後、引退前のホーム最終戦とな中村健吾からの絶妙なクロスにダイレクト合わせたエース小林優が3-1の追加点。この時で今季の得点数は85点となりリーグ最多記録更新した。両